では続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストを迎えしています。おかち株式会社チーフアドバイザーの千葉純平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉さんにはいつも、ゴールドの話、はい、そして為替の話をしていただいてます、はい。為替の方はちょっとこう今こう先週あたりから微妙な局面に今差し掛かってるんですね、はい、そうですね。特に、日足ベースでまずどんなふうに見たらいいのか、はい、この局面をそこからお話しいただきたいと思います。そうですね、分かりました。ちょうど今回は前回の出演が7月で8月、はい、9月と1ヶ月連続で続くので、ちょうど日足単位で追ってみたいなというふうに思います、はい。まず最初にこちらドル円の日足のチャートになります、うん。ちょうど前回の放映時が7月10日だったのでこの辺だったんですが、はい、ちょうどですねこのような線をつけまして、うん、円高で見てるんですが、ここを抜いてしまったので、うん、ここを割り込まない限りは、うん、でこう抜けばですね大きな円安ポジションで、ファンドのポジションもそのように従っていたので、うん、どんどん 円安になるかもしれないと、うん。ただ突発的な材料で結局引き戻される可能性も高いので、このトレンドラインが非常に大事になってくるというようなお話をさせていただきましたけど、うん、結果としましてはダブルトップですね、はい、からの現在というような形になるんですが、うん、じゃこのなりますとまたこのチャンネルラインが生きてくるわけなんですけれども、うんうん、そうしますとこのままですとまたここから戻って騙しというような形で戻ってきてますので、やはり105円あたりがターゲットにはなるなという形なんですね、はい。ただちょっと今ので特に市場参加者を迷わせているのはこのラインです、ね、三角持ち合いみたいな感じになってますよね。そうなんですよね。ここの持ち合いのところがですね、ちょうど110円あたりのところに入るんですけども、ここから下って言いますと長期的に円安で見ている向きにとってはここはやっぱり買いなんですよね。ああそうですよね、はいはい。なので輸出業ですとか、実、うん、会社の方からもすごく下でオーダーが入っているということで、うん、なかなかです一気にブレイクするというような形はないんですけども、うん、おそらく月足単位でもこの110円というのがポイントになっておりますので、私もここは割り込まないと思うんですけれども、ただちょっと全体的に材料を一つ一つ検証して機能法的に考えた場合にはですね、ちょっとまだ円高圧力がかかりやすい、1ヶ月から3ヶ月はかかりやすい時期が続くなということでですね、注意が必要かなと。1ヶ月から3ヶ月間ぐらいは、そうですね、ちょっと圧力かかりやすいんじゃないかなと思いますね、うん。でその一つの大きな根拠はこちらのものですね、次のスライドになるんですけれども、はい、米ドル指数、うん、メジャー通貨に対してのドルの強弱を表したものになりまして、うん、こちら1本が1ヶ月表した月足というものになります。で1985年からのデータになりますので、から現在のものになるんですけれども、うん、ちょうどこの1985年ですね、2月、為替が今よりももう倍以上円安だった時、うん、圧倒的にドルの方が強かったというような状況なんですけれども、これがこの30年間の上では対円ではドルはどんどん弱くなってきているというようなことが見て取れるんですけれども、ただそれが2001年、そして2008年から2014年というような形でですね、下値をつけて、そして3年前から一気にこう円安ですよね、このドルが強くなってきたということで円安に触れたと、20円近く円安に触れたということが記憶に新しいかと思うんですが、このドル円のところがですね、このように大きく見た場合には、よくドル円は4年ですとか8年、うん、8年サイクルなんかをよく目にされると思うんですけども、で今現在トランプ政権ですとか、あとは地政学的リスクなどで、円が変わりやすいっていうのはもちろんあるんですが、その大前提となっているのが私個人としてはこの大きな流れで16年周期っていうのが、そうですね、これが大きく関わってるんじゃないかなというふうに思うんですよね、ちょうど1985年のこの高値 164.73 ポイントからですね、2001年にかけて、ちょうどここ16年ですね、でその2001年から今現在っていうのがちょうど16年になるんですよね、はい。で結構こういう大きいサイクルっていうのはですね、重要視されることが多いんですね。いろんな、これはもう銘柄関係なく重要視されることが多いんですが、この間が続く限りはちょっと今そういったところで非常に、しかもここのこちらは RSI 相対力指数で逆行気味になってきてる、逆行気味になってきてると。でここの抜け具合がですねちょっと大きいということで、おそらくこの一番下の長期の移動平均が110円、10円ですからこういったところにいるんですが、ただちょっとこの部分が割り込むか、とにかく
上に行きづらいといいますか、円高圧力がかかりやすい時間帯なので、円高にならないかもしれませんが、円高になりやすい時間帯が、ここから1ヶ月か3ヶ月かかりやすい、入ってくるんじゃないかなと。もしじわじわ行くようでしたら、長期の中長期でドル安円高になるのかなというような懸念材料があるんですよね。この16年周期の、ちょうど16年、はい、今年で今差し掛かっている、はい、で新しいトレンドがどちらの方向でできるということでしょうかね。これそうなんですよね。今このここ高値を結んだところが、16年という形になるので、仮にここが、2010年年始ですね、高値だと仮定した場合にはですね、そこからはこの大きな流れもう一度こう下向きの方向で、そうですね、まず円高方向で、そうなんですよね、円高サイクルに入ってくる、はい、かもしれないということなんですね。そういうことですかね。結構この16年というのは重いものなんです。普段チャートをご覧にならない方にとっては何を言ってるんだと思われるかもしれませんけど、結構ですね、8年サイクル、4年サイクルを重要視するんであれば、この16年というのは非常に大きいものになってくるなということですね。はい、なので商品全体に対してはドル安ということで、コモディティ高というような動きになってますので、今はシーソーゲームの動きになってきてるんですが、全商品、全金融商品ベースとしてドル安基調が続くと仮定した場合にはどういう動きになるのかといったことを考えておく必要があるのではないかなという考えです。はい、どうしても輸入物になりますので、円高になりますと値段がこう小さくなってしまう、そういうことですよね。ですね、はいはい、もちろんその時に海外市場が上がればいいんですけども、ただ頭を押さえつけられるような感覚にはなるなということを少しちょっと考えておかないといけないことですよね。で最低でもこちらの指数がもっと下まで来た時ではないと、来た時にどの位置にいるかですよね。今の値段をキープしていればそれでよろしいですし、もしかしたら下に来ているかもしれない、ただこの部分というのは私にとっては結構五分五分のような状況なので、まだ五分五分、そうなんですよね、長期で円安波動で見てるんですけども、今はこの部分でそれを確定されるのはちょっと怖いという感じがしますね。特にファンドもまだ2008年リーマンショック以来の円安ポジションが積み上がったままですね、実際に円高になっているということは、まだ値洗いが結構マイナスになってきているままの、ポジションが残っているとした場合にはですね、少しでも円安に戻れば、またそれをどんどんポジションをクローズしていく動きにもなるので、そうしますとまた必然的に円高になりやすい、そういうことですね、はい、考えがあるのと、これを踏まえた上でじゃあゴールドがどうなのかっていうのを見ていくことが大事かなというふうに思いますね。そうですね、はい、ではこれらを踏まえて、中長期で見た場合に、1ヶ月から3ヶ月、もしかしたらもう少し長いスパンで円高圧力がかかりやすいかもしれないという仮定した上で、じゃあニューヨークのゴールドですね、こちら今度日足に戻ります。2016年から現在までの動きなんですが、ここでダブルトップをつけて、今年の4月と6月ですね、ただいまいちこう方向感が出にくいところに今位置してるんですよね。こうパッとしないといいますか、はい、上なのか下なのか、はい、ここを抜けば上なんですけども、じゃあそこまで本当に行く力があるのかどうか、実需の買いは止まってる、そんな状況なんですけども、そうなんですよね。で今度東京金ですね、同じスパンで2016年からの日足になるんですけど、こちらもいまいちパッと見た印象でですね、大きな強いトレンドが発生しているわけでもなく、持ち合いの圏内での動き、そうなんですね、こういったところなんですよね、その中で今のような為替の状況、ドル安の状況で来た場合にですね、ちょっとこう方向感が出にくいというか、ポジションを取りづらいということがご理解いただけるんじゃないかなというふうに思うんですよね。ちょっとしばらくこの揉み合いが続くということでしょうか。これは続くか、2つありますよね、持ち合いが続くか、一気に値段が急激に何か動きでですね、ないと思いますけど、アメリカ大統領弾劾されるとかですね、あと地政学的リスクも、ちょっと北朝鮮の件もあまり地政学的リスクでマーケットを話するのは好きではないんですけど、ちょっと今は世界がちょっと変わってきてる、北朝鮮が一気に西海岸に届くかもしれないと、そうですよね、そうなんですよね、ああいうのでちょっと勢力図が変わりつつあるかもしれないということで、非常にポジションを取りにくい、ということですよね。だからこそ揉み合いにもなってるんですよね。そうなんですよね、ポジション取りにくいから皆さん迷われてるんだと思います、でこういう時に焦って飛びつかないことですよね、ということですか、どちらかの自分が欲しい値段まで来ることがやはり待つ、売る買う待つ、やはりこの3つが大事だと思いますので、ここ待ちたいなという感じですね。ちょうどこのゴールドの後半見通しは変わりません。短期では、
為替が105円近くまで円高に進むか、ニューヨークの金が1100ドル近くまでの調整があるか、うん、でまあ、やはり4200円プラスマイナス50円あたりを理想としたいなということですね。うん、ただ中長期の場合は2018年から2020年にかけて1グラム8000円、うん、これはニューヨーク金2000ドルで為替円安で125円ということを前提としてはその辺まであると思ってますので、うん、下がった大きく下がったとかやはり買いたいというのは変わらないですよね。うん、はい、そうですか。非常に全金融商品の中で突出した銘柄になるんじゃないかなという感じがします。あ、そうなんですか。そうですね。あ、大相場。そうですね。最近はビットコインなんかも非常に有名ですけども、 あれもまだ市場の整備は全く金とは比べ物になりませんけれども、うん、ただ同じような理由で買いが集まってるというふうにも捉えることができますので、うん、それが本格的に金に流れた場合にはどうなるかということだと思います。そういうことですか。そうですね。まあ、先行きの中長期的な大きな相場の前に、はい、まあ、短期的には東京金で4200円プラマイ50円。そうですね。が欲しいですね。そこら辺欲しい。欲しいですね。これは願望に近いかもしれませんけど、はい、その意味ではもうちょっと上でも見ておいてもいいわけですね。そうですね。ね、なので安値として。現物価格はこの100円上で計算していただきたいですね。これあくまで先物価格になりますので、店頭価格は4300円、から4350円という形になると思うんですけど、その辺が大きな買い場じゃないかなというふうに思います、ね。そうですか。はい。まあ、大きな相場の前の今こう、まあ、調整期、ね、小休止といいますか、足場固めというところですか。そうですね。安いところで拾わないと。そうですね。ね、高いところで売って安いところで売る、安いところで買う、やっぱりこれが基本だと思いますので、基本なんでしょうな。そうですね。待てないんですけどね、皆さん、はい。その動きが変わってくるというのはいつ頃のタイミングと考えてますか。年末。そうですね。ひとまず1ヶ月から3ヶ月なので、3ヶ月間ぐらいは為替で大きなトレンドが出るんではないかなというふうに思ってますので、うん、その時かなというふうに思ってるんですけど ね、まず9月が利上げがなくなったとしたら次12月という形になりますので、はい、9月、まずは9月ですよね。そして12月に向けて、はい、そうですね。わかりました。はい、はい、ありがとうございました。御徒株式会社チーフアドバイザー千葉純平さんにお話を伺いました。